5月2日の土曜日です。今日もとってもいいお天気です。自転車に乗って、河川敷へ来ました。ご安心ください。3密ならぬ濃密です。本を読んだり、のんびりと過ごしております。そうですね、毎日いろんなことがあります。辛いこと、歯の立つこともあったりするでしょうけど、どうか深呼吸をしてみませんか。ね、深く息を吸ってゆっくりと吐く。意識してゆっくり深呼吸をすると、いろんなことが、いい意味でどうでもよくなるような気がします。電車が走ってきました。私は子供の頃、城東区の関目第二団地というところに暮らしていました。京阪電車が最寄りの関目駅でして、幼稚園児の頃なんかはもう駅まで行くというのはもうすごい旅だったんですけれど、近くへ行ってはずっと走っている電車を見ていました。何系だとかそんなことは全然分かりませんでしたけれど、この線路がどこへつながっているんだろう、誰を乗せてどんなところへ行くんだろうと。サンダーバードですね。ほとんどお客さんは乗ってませんが、当時は特急ライチョウでした。時刻表を読んでいろんなところに行った気持ちになっていました。そして飛行機も今もう減便欠航ですけれど、すみれ小学校の窓から見える大阪空港に降りる飛行機、当時は少しずつ分かってましたから、DC-8 スーパー62だとかトライスターだとか、どこへ飛んで行った、そして帰ってきたのかということを無双していました。今このコロナの騒ぎで中国はもとよりイタリア、あるいはアメリカ、ニューヨーク、そういったところの悲惨な映像がいっぱい毎日のように映像で取り上げられています。子どもたちがそんな見知らぬ世界を恐ろしいものだと思わないか、それが心配です。僕が子どもの時に無双したように、あそこには一体何があるんだろう、どんな世界が広がっているんだろう、そんな風にどうぞ思わせてあげてください。そんな風に青空のもと思いました。